ゾフィー・ホン・バイエルンは、バイエルン国王マクシミリアン一世の娘で、オーストリア大公、フランツ・カールの妻、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世、メキシコ皇帝、マクシミリアンの母親である。ゾフィーは、バイエルン王マクシミリアン一世と、その二番目の妻で、バーデン大公聖子カール・ルート・ビヒの娘である、カロリーネの間の第五子。 三女として、1805年1月27日に生まれた。イボ兄に、バイエルン王ルートビヒ一世、イボ姉に、オーストリア皇后、カロリーネ・アウグステ、同母姉に、プロイセン王妃、エリーザベト・ルドビカ、ザクセン王妃・アマーリエ・アウグステ、そして双子の妹には、ザクセン王妃、マリア・アンナがいる。両親は、当時の王族の習わしに反して、 大勢の子供たちを自分たちの手で育てた。国王夫妻は子供を近代的な考え方の持ち主に育てようとし、飲酒的な考え方には囚われなかったものの、時間厳守を徹底的に守らせるなど、多くの規則を作って子供たちを教育した。ゾフィーは黒みがかった瞳とバラ色の肌、ほっそりしたスタイルの良い体つきをした大変な美少女であった。この美貌は、 肖像画に描かれ、肖像画はイボアニ・ルートビヒ一世がニンフェンブルク宮殿内に作った美人画廊に飾られた。父マクシミリアン一世とオーストリア皇帝フランツ一世は両家の将来のために重要な縁組として皇帝の次男フランツカール大公とゾフィーの結婚を構想するようになり、ゾフィーのケ視が若い二人の見合いをお膳立てした。 ゾフィーにとって未来の夫との最初の出会いはひどく、ショッキングなものだった。フランツ・カールは不器用で、容姿も地味な青年で、資料パーティーの最中に一度だけ交わした会話も若い、王女の気に入る内容とは言えなかった。バイエルン国王夫妻も、いくらかは見どころのある巫女だと聞いていたフランツ・カールがあまりに鈍重で魅力のない男だと知ると、娘を気の毒に思ってこの演壇に、 消極的になった。ところが、政治的な将来性のため、この縁組は成立する運びとなった。転換の発作を抱える皇太子に、子供が望めないのは誰の目にも明らかなため、弟のフランツ・カールにはいずれ転移が転がり込んでくるのである。ゾフィーは莫大な花嫁持参金をつけて送り出されたため、ウィーン宮廷でも貧しい田舎娘とは見なされなかった。 ゾフィーは嫁入りに際して綱のついた長椅にミュンヘンのファッションデザイナーに作らせた最新の流行のローブをたくさん詰め込んでウィーンに乗り込んだ。ソーシングに関しても父マクシミリアン一世は宝石鑑定の専門家と相談しつつ娘に最もふさわしいものを選んで与えた。ゾフィー大公妃ヨーゼフ・カール・シュティーラーが1830年ゾフィーと 長男のフランツ・ヨーゼフ、1830年頃、晩年のゾフィー大公妃、1866年撮影1861年撮影の、オーストリア皇帝一家、ゾフィー大公妃は中央に座っているゾフィーは1824年11月4日に、ウィーンにおいて、フランツ・カール大公と結婚した。皇帝家に四次をもたらすことを期待されたゾフィーは、幾度かの流産と、 バートイシュルでの高専療養を経て、結婚後6年目に、ようやく長男のフランツ・ヨーゼフを出産した。その3年後に、次男フェルディナント・マクシメリアンを、その翌年に三男カール・ルートビヒを、そして、長男誕生から12年後に、末息子のルートビヒ・ビクトルを生んでいる。娘のマリア・アンナは、おじの皇帝フェルディナント一世と同じく転換であり、この病気のため4歳で亡くなった。 ゾフィーは、夫の6歳年下のハンサムなおい、ライヒシュタット公爵フランツとして、オーストリア宮廷で暮らしていたナポレオン2世と仲が良く、二人で頻繁にバレエやコンサートに出かけていた。このため、ライヒシュタット公爵が亡くなった年に生まれた次男、フェルディナント・マクシミリアンについては、ジップは、ライヒシュタット公爵だという噂があった。1848年革命の波が、 オーストリア帝国にも襲いかかると、ゾフィーは、君主制を誤示することを強く決意した。大公妃は、最地と勢力を備えた、有能な女性であり、息子のフランツ・ヨーゼフ一世の知性初期には、ウルトラ・モンタニズムに代表される、保守主義の庇護者として、オーストリア帝国の政治に、絶大な影響力を及ぼした。帝国の親民たちは、ゾフィーを密かに、 宮廷内のただ一人の本物の男だと評していた。ゾフィーが皇帝の母として大きな権力を持った時代に抑圧されたハンガリー人はゾフィーを激しく憎悪した。ゾフィーを嫌っていた嫁で、名の皇后エリーザベトは、機械やるごとにシュート目を嫌うハンガリー人をひいにすることでシュート目に反抗しようとした。ゾフィーは初孫で、 自分の名を受け継いだゾフィー大公女の先例の大母を務めた。ゾフィーはエリーザベトとフランツ・ヨーゼフから3人の孫の養育権、命名権を完全に奪ったが、1865年、皇太子である孫のルドルフが厳格な教育が原因で神経過敏になっていることを憂いたエリーザベトのフランツ・ヨーゼフへの嘆願により、養育権がエリーザベトに移され、権力を失っていった。 さらに1867年に、次男のマクシミリアンが、メキシコで処刑され、大西洋を渡り、オーストリアに移送された、銃殺された彼の遺体と、対面すると、なんと、かわいそうに、罪人のように処刑されるとは、と、えつを漏らした。愛息の非頃の死を見てからは、すっかり気落ちして生きる気力を失った。1872年の春、 ゾフィーは感激のために訪れたブルク劇場があまりにも暑かったことから、王宮に戻った際に薄いイブニングドレスを着たまま、バルコニーで涼もうとして眠り込んでしまい、体を冷やしすぎて肺炎にかかり、そのまま亡くなった。オーストリアの宮廷で圧倒的な影響力を持った女上部のあっけない死であった。病に倒れたゾフィー大公比を必死に看病し、大公比の最後を見取ったのは、 激しい対立関係にあったエリーザベトである。ゾフィーは最後になってエリーザベトと初めて和解したと言われている。意外はカプツィーナー納骨堂内部のライヒシュタット公爵と息子マクシミリアンの意外の間に安置された。ウィキメディアコモンズにはソフィー・フリーダリカ、フォンバイエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。